北京では今年から購入の際にこのように身分証の提示が必要となりました。実名にししてて安全管理をより強化います 北京では来月5日の春節を前に爆竹や花火の販売が始まりました深刻な大気汚染などへの対策の一環で市内中心部での使用は禁止されていますが今年はさらに去年よりも禁止エリアが拡大されましたまた北京では今年から購入時に身分証の停止が必要になり安全対策を強化しています 中国メディアによると今年、北京で販売するために準備された爆竹や花火は合計4万箱で去年の7万5000箱に比べ半分近く減ったほか販売店の数も87店舗から今年は37店舗に激減しています。